次に稲田智美くん。はい、はい、稲田くん。自由民主党の稲田智美です。小川法務大臣、大臣ご就任おめでとうございます。副大臣の時代には何度か質問したことがございますけれども、大臣に就任されて、今日は初めての質問でございます。放送出身者として、大臣に期待するところも、まあ、見解はいろいろと違いますけれども、期待するところも実は大きかったわけですけれども、やはり今まで民主党の法務大臣の中で、どなたとは言いませんけれども、全く法律的な素養がなくてですね、党委員会での議論が全く深まらないということもございましたので、その意味で、放送資格をお持ちの小川法務大臣とですね、深まった議論ができることを期待をいたしております。まあ、その上で、先ほどの木内委員のですね、質問を聞いておりまして、2点ほど私として見過ごせないと思う点がありますので、お伺いをいたしますが、品議員はですね、小沢さんの検察審査会強制起訴の手続きのその裁判資料、それから地裁における証拠のですね、任意性が否定されたその裁判資料を、まあ、党委員会にですね、提出をされた上で質問をされたわけです。それに対して大臣がですね、強制起訴手続きのありようについて、見直しを検討されるということを党委員会でおっしゃるということはですね、私は今現在進行中のですね、小沢さんの裁判に対して、大変な重大な影響を与えるご答弁であったと思います。仮に大臣が先ほどご答弁をなさったようにですね、そういう意図はなかったと。そして、まあ、委員に対してですね、木内委員に対して、誤解をなさらないように、一般論として誤解をなさらないようにお願いを申し上げますというふうにおっしゃったとしてもですよ。でも、やっぱりですね、法務大臣の立場にいらっしゃる大臣がですね、この品議員の小沢さんの裁判手続きに関連をして、強制起訴手続きを見直すことあり得べしと答弁をされたことはですね、重大な裁判手続きに影響を与えると思いますが、いかがでしょうか。小川法務大臣。でも私のその記憶認識としてはですね、強制手続きを見直すと具体的なことは言ってないと思うんですね。あるいは質問者はですね、そういう具体的な質問であったかも知りませんが、私はあくまでも、その、検察審査会法が改正されて、で、何件か強制起訴というものが起きていると。で、そうした中で、それぞれの事例を見てですね、改正すべき点、検討すべき点があれば、それは検討するというふうに一般論を述べただけでありまして、具体的にその個別のどこを検討する、改正するということは述べてないと思うんです。ですから、その質問者がですね、そうした点を挙げたから、私の答弁がですね、それに対してそれを具体的に検討するというふうに、受け止めたというふうなことであればですね、決してそういう趣旨ではないということで、誤解はですね、ぜひ解いていただきたいというふうに思います。稲田君。ただですね、品委員のですね、論点は、この強制起訴手続きがですね、判断の重要な基礎になった証拠の任意性が否定されるような場合にはですね、その強制起訴手続きの中でもですね、による控訴の中でも、それを、まあ、控訴を断念するとか、途中で断念するとか、そういうことも含めた検討という趣旨で言われたことはですね、その資料を出されて質問されているわけですから、明らかなわけで、それに関連をして、大臣がその見直しもあり得べしと、いう一般論を言われれば、この個別、具体の事案に対してですね、重大な影響を与えることになることは明らかだと思いますので、その点について、もう一度、ご自分の答弁について、認識をお願いいたします。小川大臣。確か、質
問がですね、まず引き返す勇気というものが検察も約束したんだから、今回のこの裁判についても引き返す勇気ということで臨むべきではないかと、このような質問のご趣旨だったと思います。で、それに対して私は、そもそも、その、法務大臣の指揮官にない、ことであるし、また、この判断そのものは、指定弁護人が独自に判断すべきことでありますので、ということで、それについてはですね、意見は差し控えていると思うんですね。で、そうした前提が、基本的な前提でありまして、決して私はその、指定弁護人、あるいは裁判官に何らかの、予断を与えるような、影響を与えるような発言はしていないというふうに思っております。また、その、強制起訴ですか、これについて見直しはどうかということにつきましても、まあ、これはもう何回言っても同じことだと、同じ答弁になってしまうんですが、私はあくまでもそのことについて具体的にそれを取り上げて検討する、改正すると言ったんではなくて、一般論として検察審査会法を改正された、改正法が施行された後の事例をですね、いくつかの事例をもとに、もし検討すべき点、改正を検討すべき点があれば検討するという一般論を述べたわけでございます。では大臣お伺いをいたしますが、今の強制起訴手続きの中で見直す点があるとすればどういう点だとお考えですか。はい、小川大臣。いや、それは具体的には何も答えてないわけでありますし、具体的にそれは述べることではないと思います。ただ、さまざまな議論の中で、あれば検討すると言っておるわけでありまして、具体的に今何が検討すべき課題かということについては述べていないと思いますし、今それを述べる考えもありません。田田君。ということは現時点ではこの強制起訴手続きについて、見直しを検討すべき点はないというふうに認識ですか。小川大臣。まあ、一つの事実として、今、その、見直しに、着手しているか、見直しを検討しているかといえば、そうした検討している事実は、ございません。ですから、そうした、検討する必要が、もし、今後生ずれば、その時には検討するということでございます。現在、検討している事実はございません。井上君。いや、私の質問はですね、大臣のご認識として、現在の強制起訴手続きについて、見直すべき点があるとお考えなのか、それとも現時点では全くないとお考えなのか、その将来の過程のことを聞いてるんじゃないんです。現時点でいかがですかという質問を出しております。今現在ですね、検討すべき課題をですね、今持っているということではございません。ですから、検討もしていません。だとすればですね、現時点で見直す必要がないと思っておられるのであれば、ね、今の、市内委員のですね、強制起訴手続きを見直すべきだという観点からの質問に関連をして、将来、まあ、検討する、必要があれば検討するというようなことをおっしゃること自体がですね、私は、法務大臣として、不適切だと思いますが、いかがでしょうか。小川大臣。いや、でもこれは、すべての、この強制起訴に限らずですね、すべての事例について言えることだと思うんですね。やっぱり法律を改正するなり、何らかの形で適用を施行して、で、その施行状況を見て、それで、改正すべき点、検討すべき点があれば、それに取り組むと言っておるわけでございます。これは、この検察のこの強制起訴に限らず、私はすべてのことに通用する一般論の原則だと思います。うん、ですから、そんな当たり前のことをですね、小沢さんのですね、強制起訴の手続きのですね、裁判資料や、そういう資料を出されて、見直すべきだと、個別具体的な事案についての問題意識で質問をされているときにですね、ご自分は強制起訴手続きについて見直す必要はないと思ってらっしゃるのであれば、それをおっしゃるべきで、将来、ね、将来見直す可能性があれば、見直すつもりだというような趣旨のことをおっしゃること自体がですね、私は不適切ではありませんかと質問いたしております。小川大臣。まあ、一般的にはですね、今現在それを見直すべきだという意見を言う方もいらっしゃいます。ですから、そうした議論は将来起こり得ると思います。
ただ今現在大臣はどうかと言いますと、私自身はですから先ほど申し上げましたように、今すぐ検討すべきと思ってませんし、現実に検討してないということでございます。ただ制度の運用状況を見て、これからですね、さまざまな例が出る、あるいは強制起訴についての判決が出てくるという将来の状況の中でですね、もしそうしたことが検討する必要があれば検討するという一般論を述べたわけでございます。伊沢君、そういうですね、家庭的な前提における答弁をですね、こういう個別具体的な事案について質問をされている委員に対してお答えをなさること自体がですね、私は法務大臣としてもですね、ご自覚に欠けているのではないかというふうに思います。この点については理事会協議ということですので、理事会で協議をいただきたいと思います。それからもう一点です。先ほど木内委員のですね、質問の中で、人権委員に外国人が、就任することについての質問がございました。小川法務大臣は個人の見解としてとおっしゃいましたけれども、外国人がですね、疲れることについて問題はないというお答えだったですが、もう一度ご確認をいたします。それで間違いありませんか。小川大臣。ですから一人の政治家の意見として、個人としてというふうに前提を置いての質問でございましたので、私は一人の政治家としては、外国人であってもですね、人権擁護のその職責を果たすにふさわしい方であれば、私はいいのではないかと思っております。稲田君。それはですね、私は法務大臣の意見として、国民は理解をするんですよ。法務大臣 の個人の見解というものと、法務大臣としての見解というのがですね、私は分かれるはずがないと思っております。法務大臣としては、外国人は人権擁護委員にはなれないと思ってらっしゃるんですか。小川大臣。今まとめております骨子では、そのような内容になっております。稲田君。いや、法律の立て付けを聞いてるんじゃなくて、法務大臣としてですね、どう思われるかと聞いてるんです。小川大臣。ここはさまざまな議論があるわけで、議論を持つ方がいらっしゃるわけであります。だからそうしたさまざまな議論がある状況を踏まえて、法務大臣としましては現行通りということ、すなわち、現行の人権擁護委員がですね、地方選挙権の選挙人名簿から選出することになっておりますので、事実上日本国籍を持っている方に限られておるわけです。ですから法務大臣としましては、その現行通りということで、地方参政権を有する人の中からというふうに、骨子をまとめております。稲田君。それは法律の説明をなさっただけで、法務大臣としてですね、外国人、立派な方であれば外国人にもですね、人権委員になっていただいたらいいという、そういうご意見ですかと。これちょっと別に秘書官が言うような問題じゃないですよ。法務大臣に聞いてるわけですから。はい、小川大臣。逆の言い方をしますとですね、法務大臣が、の職責がですね、私の、政治家、小川敏夫のですね、個人の見解で全部 100% やっていいということではないんで、やはり、法務大臣は法務大臣としての職責の上において、やはり職務をする必要があると思うんですね。ですから、決して、法務大臣が、小川敏夫個人の意見でなければならないということはないというふうに思っております。ですから今回も私個人の考え方を述べさせていただきましたが、法務大臣としてはさまざまな意見がある中での結果を踏まえて、骨子としては事実上日本国民に限るという内容の骨子をまとめておるということでございます。ですから法務大臣としての見解はそういうことでございます。稲田君。先ほどのですね、強制、起訴手続きの見直しの問題も、今のご答弁もですね、私は通底すると思うんです。それは、法務大臣のですね、言動、法務大臣個人の言動だとしてもですね、私はそれは、個人としての小川、政治家小川さんというだけじゃなくて、私は法務大臣として国
民全体が理解をするんです。そうしますと、今の問題についてもですよ、法務大臣は外国人でも人権委員になってもいいという考えの持ち主であるというふうに国民は理解するんです。それでよろしいですね。小川大臣。先ほどの答弁の中で、まず私の中でも人権擁護委員を人権委員と言った部分があるかもしれませんが、人権擁護委員、すべて人権擁護委員ということで、で、委員のご質問も人権擁護委員ということだと思いますが、私もさっき混同した部分があるかもしれませんが、すべて人権擁護委員ということでありますが、やはり申し上げましたように、法務大臣というその職責を担った立場の、発言と政治家小川敏夫の発言がですね 100% 一致しなければならないということはないんで、やはり政治家としての考えはどうかと問われればですね、私は正直に政治家小川敏夫としての見解を述べたわけでございます。ただ法務大臣としての職責上、私のその個人の考え方とは違う内容の骨子で法案をまとめているというのが実際の状況でございます。山田君。やはりですね、私は大臣にですね、大臣であるという自覚を持って、この党委員会でも発言をいただきたいし、また普段のですね、行動もそういう自覚を持っていただかないと、大臣の発言そして行動はすべて法務大臣の行動及び発言だという理解をされると思いますから、その点はよろしくお願いをしたいと思います。さて大臣、今日はですね、何の日かご存知ですか？小川大臣。何の日かと急に問われても困るんですが、あるいは竹島の日ですか？それが委員は、お立てになりたいんでしょうか？はい。では正解でよかったです。はい。はい、クイズをするつもりはないんですが、今日は竹島の日なんです。それで、大臣にお伺いをいたしますけれども、竹島の領有関係についての大臣のご見解をお願いいたします。小川大臣。日本固有の領土であることは当然でありますが、現実として日本の施政権が及んでないという残念な状況になるというふうに思っております。矢田君。今韓国がですね、事実上支配をして、昨年はですね、閣僚が上陸をしたり、国会議員が上陸をしたりですね、そしてコンサートを開いたり、ファッションショーを開いたり、そして様々な建造物を建てたりをいたしております。我が国固有の領土に対してですね、次々と、そういう措置を取ってきているわけですが、これは不法占拠と言えますか？小川大臣。我が国の領土がですね、我が国でない国が事実上そこを統治しているということは大変に残念なことだと思っております。稲田君。いや、私の質問はですね、今韓国が次々とですね、事実上支配をし、建造物を建てたり行事を行ったりしているその事実について、それは我が国固有の領土を韓国が不法占拠していると言ってよろしいかと質問いたしております。小川大臣。我が国の法的に見れば我が国の法に基づかない不法な占拠であると思います。稲田君。なぜこのことを聞いたかと言いますとですね、民主党政権になってから不法占拠という言葉をですね、外務大臣も法務大臣もですね、全くおっしゃらなくなったんです。ですから、法務大臣の立場として、韓国が不法占拠しているということを明確に、お答えをいただきたいんですが、もう一度ご答弁いただけますか。小川大臣。ですから、その不法という言葉がですね、本来的にはそれは法の規定にのっとってないという意味であれば、
今のその韓国がですね、事実上それを統治していることは我が国の法にのっとってないわけでございますから、法に基づかないという意味だというふうに思います。ただなかなかその言葉の使い方にですね、様々な言葉の使い方によって問題が起こるということもございます。ですから私としましては、やはり我が国の法体系から見れば我が国の法に基づかない状況によって選挙されているということでございます。そのように理解しております。稲田君、いやですから、そういうごちゃごちゃおっしゃるとですね、ややこしくなっちゃうんです。先ほど、まあ、不法という言葉をお使いになったので、私は法務大臣はですね、きちんと明確に、どうしてそんなところで秘書官が指示するんですか。私は法務大臣の面会聞いてるんですよ。政治主導なんだから。しかもこれ重要な問題なんです。ね。民主党政権になってから、どなたもおっしゃれないので、先ほど法務大臣が不法ということをですね、おっしゃいましたから、明確に、我が国固有の領土である竹島を韓国が不法占拠していると、この国会の場で、明確に、おっしゃってくださいということを申し上げています。はい。法務大臣。ですから我が国の法から見れば認められない状況、あるいは国際法的にもですね、認められない、状況であると思っております。稲田君、今日は竹島の日なんです。ですからこの点明確にしていただきたくて、不法占拠しているということを言えないんですか。ちょっとそれをちょっと言ってください。はい、小川大臣。はい、いやですから国際法に基づいてないという意味であれば、それは不法であるということの同じ意味だと思います。国際法に基づいてない、あるいは我が国の法律に基づいて、いるものではないということでございます。はい、じゃあ私が言っているのはですね、大臣、同じ意味なんですよ。同じ意味なんだったら、ね、自民党政権下では不法選挙という言葉を使っていた。外務省のホームページでも不法選挙という言葉を使っております。民主党政権になってから、どの閣僚もですね、不法占拠という明確な、単純明快なですね、言葉をお使いにならないので、法務大臣、この場で、竹島の日ですから、韓国が不法占拠しているということをおっしゃってくださいと、という質問です。法務大臣。ですから、その、我が国の法的、あるいは国際法にから見てですね、そうした法に基づいてないということを認識しております。そういうふうに考えております。答えてください、感じですね。ここ重要なんです。重要なんです。先ほどね、ちらっと不法っていう言葉をおっしゃったので、私はですね、明確に、はっきりと言うことが重要なんです。今、大臣おっしゃったように。法的根拠に基づかない、国際法上違法だと、そのことを不法占拠と言うんです。しかし、明確に日本の閣僚がですよ、韓国が不法占拠していると国会の場でおっしゃることに意味があるので、何度も繰り返し質問をいたしておりますから、明確にお答えください。はい、小川大臣。まあ、その、言葉の問題ですけどもですね、ただ、言葉の使い方によって、国際関係においてですね、いわば、本来生じなくてもいいようなですね、圧力を起こすということも考えなくてはいけないわけでございますから、ただ、私は言いますように、何回も言っているように、日本の国内法から見ても、あるいは国際法から見ても、それに則ってないということですから、その法の認めるところではないという意味でございます。なぜ不法選挙と言えないんですか。稲田君。そうやってごちゃごちゃね、おっしゃることが問題なんです。領土問題で摩擦を起こさない領土問題ではないんですよ。領土問題、摩擦が起きるんですよ。ですから、なぜ私がこういうことを言うかと言いますとね、島根県の知事がですね、県議会で、まあ、民主党政権になってから、閣僚が不法選挙と言えないということが、まあ、政府の姿勢が後退したんではないかという誤解を与えかねないんだと。日本の立場や考え方について発言をする場合には、内外を問わず誤解をされないように、毅然として明快な対応をすることが重要だと、島根県の知事がおっしゃってるんですね。私も本当にその通りだと思うんです。国家の立場を発言するときにですよ、
相手がどう思うかとかですね、摩擦を起こすかとかですね、そんなことをごちゃ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 言って、明快な言葉を言えないこと自体がですね、私は外交上大変国益を、まあ、毀損していると思いますので、法務大臣にぜひ、韓国が不法占拠しているということを明快な言葉で、今おっしゃってください。それで済むんです、この質問は。はい、小川大臣、ですから、その、竹島が、固有の、日本、我が国の固有の領土だということに関しては、一方たりとも、これを譲る気、ありませんし、確固たるものだというふうに考えております。ですから、その、我が国の固有の領土を、実用韓国が今統治しているというのは、我が国の法に基づいていない、国際法上にも基づいていないと、このように考えております。うん。稲田君。大臣ね、私の質問何回も言うのはですね、恐縮ですけれども、私は島根県の知事と同じ、認識なんです。端的に不法占拠しているとおっしゃることが国益に合致すると思うので、質問をいたしております。なぜなら民主党政権になってからですね、不法占拠といえば余計な摩擦を起こすから言わないんだと。いう、そういう発言が閣僚の中にありました。しかし私は間違っていて、こういうことはですね、明快に毅然として言うことが必要だと思いますので、重ねて質問をいたしております。恐縮ですが、韓国が不法占拠していると、竹島が不法占拠していると、明快にご答弁いただけますか。イエスノーで結構ですから、明確にお願いします。はい、大臣。きちんと質問に答えてください。もう、同じ意味でございますので、我が国の法律あるいは国際法上に則ってないということでご理解いただきたいと思います。はい、稲田君。大臣、私は意味が同じだということは分かってるんです。意味が同じだけれども、民主党政権になってから不法占拠という言葉を使えばですね、相手方に余計な摩擦を起こすから言わないとずっと閣僚おっしゃってるんです。しかし私はそれは間違っていて、むしろ島根県知事のようにですね、明快に発信すること、また自民党政権下では不法占拠と言えていたことが民主党政権になって言えなくなった。ホームページには書いてあるのに不法占拠という言葉をあえて使わないという態度がですね、私は誤った発信をし、国益を害していると思いますので、大臣に同じ意味だということは分かりながら重ねて質問いたしております。竹島を韓国が不法占拠しているとこの場で明快にご発言をいただきたいと思います。小川大臣。いや、だから全然分かってないですよ。まあ委員のお訴えはよくお受け受け止めたいと思いますが、やはり私のその使う言葉としては、やはり、我が国の法及び国際法に則っていない状態で、韓国が統治しているということでご理解いただきたいと思います。稲田君。じゃあなぜ不法占拠という言葉は使えないか、理由を言ってください。小川大臣。要するに、同じことが意味しているんだという委員の委員にご理解いただいておるわけですから、いわば中身が同じであれば、私としてはもうそれで足りてるんじゃないかと思いますが。だったら法選挙に行ったらどうですか。先ほど最初は不法という言葉をおっしゃったんです。ですから私は明快にですね、不法選挙しているとおっしゃっても変わらないと思いますので、大臣、明快に質問、明快にご発、ご答弁をお願いいたします。はい、小川大臣。ですから、初めにそういう一言言った、使ったということは、使ったのは事実でございます。で、その趣旨は、今言いましたように、我が国の法律と国際法に則ってないからという意味で使ったということでございます。稲田君。不法占拠と発信することが重大だということを先ほど説明した通りなんです。ですから、私は不法占拠と今おっしゃってくださいと。もし言えないのであれば、言えない理由をおっしゃってください。小川大臣。まあ、私は言葉の問題よりも、やはり竹島が我が国の固有の領土であるということの、この原則をですね、100% 譲らないというこの姿勢が基本だと思っております。稲田君。いえいえ、不法占拠と言えないこと自体がですよ、
先ほど言ったように領土問題摩擦が起きるのは当たり前なんです。総理はですね、日韓首脳会談で竹島の問題持ち出せないんですよ。こんな重大な問題を。それがまさしく私は民主党のですね、弱腰外交というか相手方におもんばかるという名のですね、私は誤った発信をしていると思います。ですから先ほど冒頭大臣が不法とおっしゃったのであればですね、もう一度不法選挙だということをこの場で言っていただくか、言えないことの理由をおっしゃってほしいんです。小川大臣。ですから我が国の法律に基づいていない、国際法上の法律にも基づいていないと、これが不法だということであればそういうことだと思いますが、私としては言葉説明としては我が国の説明法律にのっとっていない、国際法上の法律にのっとっていないと、こういう趣旨でございます。中身はそういうことでございます。ですから不法選挙と言えない理由を言ってくださいと。不法選挙と言えない理由を言ってくださいという質問。小川大臣。意味することは同じであってもですね、でまた竹島の領土に関してこれを譲る気は全くありません。我が国の固有の領土ですから。ただ言葉遣いの問題で本来起きなくてもいい、それは委員がおっしゃられるように領土問題は当然国と国とのこの対決でございますし、お互いが譲らない、面もあるでしょうけども、決して我が国は譲らない問題ではありますけども、ただ領土問題は国と国の対立が当然だと言ってもですね、当然の対立以上の不必要な対立をことさら起こす必要もないわけでございますから、言葉遣いの中身がですね、変わらない、中身で言っただけじゃなくて同じ意味だということであればですね、ことさらその対立をですね、ことさら深めるような言葉はあえて使わなくてもいいのではないかと思っております。はい、稲田君。ですね、それはまさしくですね、私は不必要な、おもねる姿勢だと思います。それ民主党政権になって一貫をした外務大臣も法務大臣もそうですけれども、不法選挙という言葉を使えると、相手方に対して不必要な摩擦を生じるという、まさしく誤ったですね、私は配慮に基づくものだと思います。外務省のホームページにも不法選挙と書いてあるんです。それを不法選挙という言葉を使えないことが、私は民主党のですね、外交の最も大きな問題だということを指摘をしておきたいと思います。はい、じゃあこの問題については理事会協議でお願いいたします。はい、それでは理事会で協議をすることにいたします。はい、はい、稲田君。法案について質問をいたします。先ほど大口委員からの質問にも大臣お答えになりまして、また柳田法務大臣もですね、民主党マニフェストに記載された公務員給与2割削減には裁判官の報酬と検察官の報給の引き下げも含まれるというふうに答弁をなさいました。で、今回の裁判官の報酬と検察官の報給の引き下げによって民主党マニフェストに掲げた公務員給与の2割削減は達成できたんですか。小川大臣。今回もこの裁判官検察官のこの報酬報給の引き下げも約束によって引き下げ率が違いますが、平均すると大体 10% ぐらいですから1割でございますか。一般職の場合にはそれよりも若干低い数字でございますので、これをもって2割削減が達成できたということにはなってないと思います。稲、はい、田君。じゃあマニフェストにお約束をされた2割削減はいつ達成するんですか。小川大臣。なかなか法務大臣一人のこの所管で述べることではないと思いますが、マニフェストの一般論で言えばこれは衆議院の任期中ということになると思っておりますが、直接的には政府全体あるいは担当大臣の方で詳細に検討するものと思っております。稲田君。衆議院の任期中ということは来年の9月8月ですかねまでに2割削減を達成するという趣旨でよろしいですか。はい、小川大臣。確かマニフェストではそのようになっていたと思います。
まあ、実際には2割削減というのは総人件費ですから、一人一人の給料平均を2割下げるということでなくて、公務員の定数もですね、削減すればということで、総人件費が 20% と削減ということでございますが、まあ、私が見るところ、今現在ですね、それについて達成できる具体的な道筋がついている状態ではないと思っております。稲田君。裁判官の報酬を含めて2割削減というご答弁ですけれども、裁判官の報酬は憲法で在任中減額できないということになっております。民主党のマニフェストの約束はその憲法違反になりませんか。小川大臣。これも総人件費、裁判官も含めて公務員全体の総人件費を2割削減ということでありまして、裁判官の報酬を2割削減すると、あるいはその裁判官全体で、定数も含めて、総報酬を2割引き下げるということではなくてですね、裁判官も含めて公務員全体で2割を削減するということであります。まあ、ですから裁判官も含めてでありますから、裁判官を2割削減すると決めたわけでもないけども、しかし裁判官について、引き下げないということでもなくてですね、それは引き下げもあり得るわけで、ございます。で、それが裁判官のその報酬の減額の禁止を定めた憲法に違反しないかというご指摘だと思いますが、やはり憲法の趣旨は個々の裁判官あるいは司法界全体に圧力を加えることによって司法の独立を害することがあってはならないという観点から定められている規定だと思いますと、今回のその国の社会状況あるいは大災害という緊急な状況の必要性に応じて行うものであれば、これは憲法が禁止しているものではないんではないかと、このように考えております。井田君。人事院勧告で数パーセントの減額を公務員全体で行うとか、先ほどご答弁にもありましたように、未曽有の大災害復興、そして、社会的要請によってですね、引き下げるというのであれば、司法のね、独立を犯す必要は、恐れは少ないとも思うんですけれども、2割、裁判官のですね、報酬をですね、引き下げると、マニフェストに従ってですね、ということがあるとすれば、裁判官について2割も減額すると、ということであればですね、私は立法及び行政から司法の独立を侵害する恐れがあるものではないかと思いますが、いかがですか。小川大臣。裁判官だけを2割下げるということではなくて、他の公務員も2割下げるということであれば、必ずしもその司法なり裁判官を狙い撃ちしてですね、司法に対して圧力を加えるということにはならないんではないかと。そしてまた一方それを引き下げる、今もご指摘された様々な社会的要請があるとすれば、私は許容されるんではないかと思っております。江田君。今の大臣のご答弁だと、他の公務員と一緒にですね、2割下げるのであれば、それは裁判官の独立を犯さないというご答弁にお伺いをいたしましたが、じゃあマニフェストで3割と書けば3割でも大丈夫なんですか。小川大臣。なかなかどこならどこまでがいいかと言われて線が引けるもんじゃないと思ってますが、あくまでもその司法の独立を害する、すなわち個々の裁判官なり、司法に対してですね、気に入らないから報酬を下げるようなですね、そうしたことのことがなされることによって司法の独立が害されてはいけないという観点から報酬の引き下げが憲法上禁止されているんだと思います。ですからそうした司法の独立を害するという点がない、全く別の事情、国の財政の事情とか社会の要請の事情とか、そうしたことであればですね、それは必ずしも憲法が禁止するということにはならないんではないかと。ただ一つのことだけで憲法違反かどうかということではなくて、やっぱりさまざまな事情を考慮して、その総合的な判断で私はその憲法判断をしていくべきだと思っております。稲田君。私はやっぱりですね、マニフェストでお約束された2割ですね、2割を裁判官の報酬に当てはめて、
減額するということはですね、これは司法権の独立を害する恐れがあるのではないかなと思います。先ほどの大臣のご答弁では、他の公務員と横並びで2割削減裁判官の報酬をすることについては問題がないと、憲法上問題がないと、そういうことでよろしいですか。小川大臣。ですから、それだけを取り出していいかどうかということよりもですね、私はやはり、裁判官の報酬を引き下げる際について、それが憲法上許されるかどうかということについては、じゃあ他の公務員の場合がどうだったのかということも、一つのですね、判断の材料になるなと、判断の要素の一つだというふうに、趣旨で述べたわけでございます。稲田君。ということは、裁判官の報酬をですね、マニフェストに従って、2割削減することが憲法違反になることもあり得ると、そういうご答弁でよろしいですね。小川大臣。いや、ですから、これは一般論ですけども、司法の独立をですね、害するような引き下げ方であれば、私は憲法に触れると思いますが、司法の独立を害することがない、その他の社会的な要請等によるものであれば、憲法には触れないんではないかと、このような議論になると思いますが。宇田君。この点はですね、じゃあ3割ならなるのか。4割ならなるのかという問題に私は発展していくと思うんです。ですからマニフェストで約束をしたからですね、それを機械的にこの裁判官に当てはめるということは大変憲法上問題があるということを申し上げておきたいと思います。昨日、日弁連の放送要請と、それから休止性を考える、シンポジウムに参加をいたしました。で、私は、果たして今の放送要請制度がですね、質の高い放送を要請する制度になっているのか、また、ロースクール制度、そして、新司法試験制度がですね、優位な人材を放送界にですね、送り込むことができる制度なのかという点について、大変、疑問を持っております。その点についての大臣の認識をお伺いいたします。小川大臣。確かに、ロースクール制度を導入した司法制度改革の理念の中では、やはりそれまでの司法試験という点での選考ではなくて、ロースクールというこの機関をの中の教育ということを通じて良き放送を要請して、幅広く活躍していただこうと、放送人口も増やそうという理念だったというふうに思いますが、しかしそうした理念と現状を照らし合わせてみますと、今の現状は、そうした理念から、乖離している状況が、見受けられると。ですから、これは、しっかりと、本来のあるべき姿に、また、改善していかなければならないなと、このように認識しております。稲田君。昨年のですね、給費制の対応性、移行を1年間、延期をする際にですね、付帯決議で、放送の要請に関する制度のあり方全体について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて順次必要な措置を講ずることという決議を行いました。しかし、このですね、必要な措置を行わずに、対応性移行に関する措置だけ行うというのは、この決議をですね、私は軽視しているのではないかなと思いますが、いつこの検討結果は出るんでしょうか。小川大臣。確か衆議院法務委員会の決議は、一つは対応性の問題について、しかるべく調査をして、それを検討することと、それから二つ目としてより大きなその放送要請制度について、検討を加えろと、このような項目立てだったと思います。で、給付制につきましては昨年のその前にその決議を受けまして、法務省では放送要請フォーラム各界の人、有識者等を集めて、それを検討する場を設けまして、それで、給付制対応性の問題につきましては、昨年8月に対応性に移行して、ただ、対応の条件をさらに借りやすくするということに改めた次第でございます。そして、放送
要請制度そのものについては今まさにこの放送要請フォーラムで検討しているところでございまして、まあ、さまざまな点を議論してより良き放送制度に戻していきたいとこのように考えております。稲田君、報道によりますと司法試験合格者は3000人の目標に対して約2000人にとどまっている。それなのに平成23年に司法修習を修了した修習生のうち就職先が未定の修習生が平成23年9月時点で 35% もいる。実際に修習終了時に弁護士登録できなかった人が 21.9%、 400人もいる。で、多様な社会経験を持つ人が放送になれるようにするという目的だったはずですけれども、結局社会人経験者は792人だけで、2004年の2792人から7割も減ったという報道もあります。私はもう根本的にですね、この放送要請制度を見直すべきだと思いますが、最後にその点についての大臣のご見解をお伺いいたします。うわ、大臣。やはり放送要請人口も3000人という中には、放送というものをその司法の場だけでなくて、さまざまな、まあ、企業活動とか公務員とかさまざまなその活動範囲も広げるという中で3000人という増員計画もあったようにも思います。ただそうした状況がなされないまま、数も3000人にはいかないと、2000人でも今委員が指摘するような状況の中で就職できない人がいるというような状況もあってですね、やはり当初のその制度の理念とは違う現実が生じているということは認識しておりますので、こうした本来なるべき姿に改善すべくしっかり取り組んでいきたいと思っております。稲田君。終わります。